クスコ、サクサイワマギ遺跡のインティライミインティライミ、2005年、クスコ、若いパタのインティライミサラサカ近郊にて、インティライミの儀式。背後に、チンボラソが見える。インティライミは、インカ帝国の宗教的儀式で、インティ人に感謝し、国の安泰を願う。ブラジルのリオのカーニバル、ボリビアのオルロのカーニバルと並ぶ、南米の三大祭りの一つ。 6月24日の農民の日、コリカンチャから祭りが始まり、インカの皇帝の役の人物が、ケチュア語で開催宣言を行う。その後、皇后役の人物と金の御腰に乗り換い中を進む。その際、インカ帝国の4つの州それぞれの衣装を着た、踊り子たちが御腰を守りながら踊り歩く。その後、作祭ワマンの遺跡まで移動し、広場でチチを神に捧げ、国家の葉で、 翌年の運勢を占い、生贄のリャマの心臓を、金のナイフでくり抜きたいようにかざして終わる。インティライミは、冬時に関わる儀式である。冬時とは、日の出から日没までの間が、最も短い一日のことで、インカの元日にあたる。赤道より、南の領域では、グレゴリオ歴の6月と7月が冬になる。インカガルシラーソデラベーガによれば、インティライミは、 クスコで実施される4つの祝賀のうち最も重要なものであった。式典は若いパタ広場か町の中心で行われた。ガルシラーソデラベーガによるとサパインカのパチャクテクが南半球のアンデス山脈での新年を祝うためにインティライミを設定したという。式典はインカの起源神話を暗示しているともいう。多彩な舞踊や行列が9日間続き、 パチャママガミへの感謝の供物として動物が捧げられ、収穫期が満ち足りたものとなることを願う。最初のインティライミは1412年に行われた。インカ皇帝による最後のインティライミは1535年で、それ以降は、スペイン人征服者とカトリック教会によって、禁止令が出された。1944年、ファウスティノ・エスピノーザ・ナバロとケチュア族の俳優らが、 インティライミの歴史の再建を指揮した。再建初回は、主に、インカガルシラアソデラベーガの年代記に基づき、宗教的儀式のみに留まっていた。1944年からインティライミの劇場上演は、かつての開催地だったクスコ中心部から 2km 離れたサクサイワマンで、毎年6月24日に行われ、内外からの観光客を何千人も集めている。 インティライミの祝祭は、現在もアンデス山脈の至るところで行われている。音楽、華やかな衣装、有名な綾馬の仮面にあふれ、食べ物を分け合う。しかし、アンデスの多くの地域では、インティライミが西洋における洗礼者、ヨハネの生命祝日と結びつけられるようになっている。この日は、北半球の月祭の後日にあたる。ありがとうございます。